課長図兼本着色江戸時代中期、神戸市立博物館、森蘭斎共和元年9月18日は、江戸時代中期、後期の画家、熊明について難品派の画法を収め、彩色課長画を描いた。名は文章、ジオ、小佐田。蘭斎の他に、旧校、明覚などとこうした。越後首木軍荒井の人、同郷の画家、井原氏松明から画を学んだ。 23歳の時長崎に出て、医学を治める傍ら、陳南平の直帝子熊明について、画法を受ける。熊、明の娘婿となり一番弟子と自称。死が没すると大阪に出て、医を制御としながら、画を通じて、伊藤当初、片山北海、中市区山ら著名な文人と、交友した。乱災画符では熊明から受けた画法の伝授過程を、伝え熊。 アキラの正伝を掲載している。関成年間に江戸に移住。十館、林十歳や宇都宮藩藩主、戸田忠官らと交友。とりわけ、戸田忠官とは、画の共作を行うほど、親しく交わった。加賀藩御用絵師となっている。門邸に金谷三国、去年七十二。墓は、当初浅草本願寺中明神寺に建てられたが、 関東大震災で買い壊れた。直径の子孫はすでに耐えており、無縁物になりかねないところだったが、荒井の人々の募金によって、昭和5年に移転され東本願寺、荒井別院に改装された。息子の蘭園、森綾吉も、医師であるとともに、父の画風を受け継いだ絵師だったが、数え37歳で創生したため、現存作品数は、極めて少ない。蘭斎は、 絵師としては珍しく筆豆であり、いくつか残る書簡ではどれも長文をしたためている。しかし、作品に年季を記すことは極めて稀で、画風の変遷をたどるのはほとんど不可能である。ありがとうございます。